シェリー・アリスの注意を尋問した結果、敵の作戦が発覚した。彼女を説得してくれた遊具隊長には感謝している。敵の作戦名は水天の涙。月のマスドライバーを用いた大質量弾による宇宙からの地上攻撃だ。月から発射された質量弾は地上の主要都市、主要施設の7割から8割を標的にできると計算が出されている。その最初の標的がオーガスタ基地であったこともシェリー・アリスン注意の口から語られた。ジオンの残党が宇宙を目指す理由はこの作戦を遂行するためと考えて間違いない。都合の悪いことに約30分前アデン基地とは連絡が途絶えた。ファントムスイープ隊は今すぐ出撃し HLV の発射を阻止、敵勢力を無力化せよ。心してかかれ。以上命を散らさずに戦いを終わらせたい。それが隊長の願いですか？君の仲間は何をしようとしている？空に上がろうとしている人もいれば、それを阻止しようとしている人もいます。シェリー、君は今さら信じてはもらえないでしょうが、シェリー・アリスンはあなたの部下としてファントムスイープ隊にいたことを幸せに思っています。君まで私を買いかぶるのか？いいえ、買いかぶりなどではありません。できることならこれから先もあなたという人をそばで見ていたかった。ならなぜ君は？隊長にならお話しします。水天の涙の全容を。ありがとう。すまないではないんですね。3機の HLV が稼働状態にある地球基地最深部に向かい HLV の発射を阻止しよう。動かない的を撃つ趣味はないんですか？敵さん、まだこれだけの数がいたのか。攻撃を集中させろ。了解。そう思う。遊具隊長、 HLV 発射場はハッチの先だ。私の邪魔をするのか。ここで決着をつけてやる。私は今収束しているのだ。ミネステッドは残っていないのか。攻撃を集中させろ。了解。そう、攻撃を集中させろ。了解。そう来なくちゃな。敵が迷って動いてくれますね。けど超えないほどじゃない。攻撃を集中させろ。了解。そう来なくちゃな。残り2つの HLV を破壊しろ。 HLV に捨てろ。何が何でも出してやる。攻撃を集中させろ。決着ってのはこうでなくちゃな。攻撃を集中させろ。これ以上前に進ませるな。攻撃を集中させろ。あと一つだ、急げ。トゲ付きは隊長に任せるぜ。向こうもそのようだ。こっちはダメだ。流れ弾で通路が塞がれた。全 HLV の破壊を確認。よくやった。本体も間もなく到着するはずだ。周囲を警戒しつつ状況を維持しろ。アフリカ方面軍および南アジア方面軍が到着した。まだ残っていたのか。全機 HLV を撃墜するぞ。ここで終わりにする。お前だけは道連れだ。
りだ。死なせない。何？隊長、逃げて。シェリー、ダメだ。離れろ。あなたの背中は守る。約束したから。シェリー、本当にシェリーだったんですか？間違いない。モブロック整備長が出撃するのを見たそうだ。あの人は確かにスパイだったかもしれないけど、ちゃんとファントムスイープ隊の一員だったんですよ。そうでなきゃ隊長をかばったりなんか。そういう大事なことに気づくのはどうしていつも失った後なんだろうな。なんだっていいじゃないですか。今はただ悲しんでやれば。私はファントムスイープ隊は速やかにオーガスタ騎士に向かえ。ここのことは方面軍に任せればいい。住所、なぜオーガスタ騎士？行くのだろう、月へ。